皆さんこんにちは、ウルトラランナーのみやこです。さあ今日も美味しいパンに出会うために元気よく走っていきたいと思います。もう季節は梅雨です。よし、レッツパンラン。このマスクめっちゃ苦しいんだけど、しかもなんかちっちゃいし、顔がでかいんか、悲しいな。マジでこのマスクちっちゃいんだけど、息吸うとへこむ。走る時のマスク選びって本当大事だな。初めのうちはまたすぐにマスクしなくていい生活に戻るだろうから適当なんでいいやって思ってたけど、ここまで来るとマスクの快適さは生活の快適さに響くというか重要だなって思っております。かわいいアジサイがもう咲いてる。アジサイに埋もれたい。無理だ。アジサイかわいい。すごい。おう。ガクガク。地味にきつい。よいしょ。さっき知り合いの方にお会いしました。嬉しいね。なんか朝からいいことあった。気温は低いんだけど湿度があってめっちゃペタペタする。保湿だ、保湿。住宅街に入っていきます。はぁ、到着したけどお店がやってない。嘘。あ、開いた。パンが焼き上がるのはお昼頃だということで、来るの早すぎました。パンがなかった。どうしよう、ちょっと作戦変更です。近くの別のパン屋さんに行きます。また来るね、お昼に来るね。今度はバイバイ。サンロード。おお、なんかある。ゾウ、馬、カバ。ここかも。あ、ここだ。到着しました。よかった、開いてた。ブラン・ア・メゾンというパン屋さんです。パン大量ゲットしました。めちゃくちゃおしゃれでした。パン、めっちゃパンも美味しそうだったんで早く食べたいと思います。それでは移動しよう。かゆいな、バンドと汗で。なんかかぶれる、時々かぶれるんだよね。そういう時は外した方がいい。低気圧で頭痛い。これは早くパンを食べないと。はい、というわけで戻ってきました。今日はパンと一緒にセブンのラテでいただきたいと思います。これほんと美味しい。今日は、あ、柔らかい。思ったより柔らかい。チョコレートの塊にナッツが乗った。はぁ、超いい匂いする。美味しそうなふわふわパン。これなんだっけ、ホッカッチャ。何のホッカッチャだっけ。カツオと、そう、カモの油のうんたらかんたら。カモの油あ、そう、じゃがいもだ。鴨の油と合ってんのかな、じゃがいもの。ホッカッチャ絶対おいしいじゃんね。いただきます。おいしい。
もっちもちですよ。曇りぐらいが実はちょうどいいよね。美味しい。チョコの中のチョコって感じ。あー、ナッツが落下しました。チョコやじゃなくて、すんごいでっかいのをビシビシ切った感じがある。うん、うん、難しい味。シンプルで美味しい。ちょっとスパイシー。前々回のパンランの動画で美味しいあのお気に入りのパン屋さん教えてくださいっていうのを言ったら、コメント欄でめちゃくちゃ皆さん教えてくださいました。ありがとうございます。もう全部 Google マップにもう検索してお気に入りに入れております。それで Google マップで教えてもらったこれから行きたいパン屋さんと、今まで行ったパンランで行ったパン屋さんをこのリストにね入れたのを概要欄に貼ってるので、ぜひ見てください。皆さんのお気に入りのパン屋さんとか、新しく見つけた美味しかったパン屋さんとかありましたら、随時コメントでお待ちしております。情報お待ちしております。お、止まらね。硬すぎもせず、ふわふわで消えるわけでもなく、食べ応えあって、なんかだよ、麦みたいな、ライ麦じゃなくて、なんていうんだよこういうの、15穀米みたいな海苔のパンバージョン。頭痛いの治った。食べたら頭痛いの治った。目覚めたもん。家にカレーがあるから、残りは昨日のカレーにつけて食べようと思います。あらま、つまりチョコついてた。よし、それでは5秒で紹介する今日のファッションコーディネート。キャップカモネオネ、シャツ H&M、 ランパン GU、 ソックスオン、シューズオン、ウォータープルーフでした。というわけで、ぼちぼち雨も降ってきたのでお家に戻ろうと思います。それでは今日のパンランも見てくれてありがとうございました。 See you!